日清薬品工業株式会社は、滋賀県甲賀市甲賀町に本社を置く日本の医薬品メーカーである。日清薬品工業の起源は、創業者、大北製主の父、大北岩吉が明治期に始めた売薬業に遡る。大北岩吉は、甲賀地域で売薬を広めた渡辺戦後の弟子となって、売薬を始め、積極的に販路の拡大を行ったほか、 1914年には県の移植で九州、朝鮮薬業の視察も行った。岩吉の子、大北誠氏は薬学専門学校を卒業後、1926年に資本金2万円で日清製薬株式会社を設立した。日清製薬は当時がん薬や粉末が主体であった財形を上剤に、名前も金かきの奇抜なものにするなどの新規軸を打ち出し、 事業を拡大していった。しかし国家総動員法志向に伴う統制の強化により、滋賀県でも製薬会社が集約されることになり、1943年、日清製薬を含む県下の売薬系製薬会社11社と個人業者が統合されて、滋賀県製薬株式会社が設立された。しかし戦後、統制が緩和された1947年以降、 滋賀県製薬株式会社から独立して企業するものが相次いだ。大北製酒も独立し、1947年10月に資本金19万6千円で日清薬品工業を設立した。当初はテリア化の製造が主体であった。1960年には殺虫剤フライデーシを農協向けに発売、家庭薬以外にも事業を広げた。 製品名は、会社概要による。AB 日清薬品工業株式会社第73期決算広告、蕎麦の章秋雄、滋賀の薬業師滋賀県薬業、協会、1975年、74から75ページ。人物史編集委員会、工賀人物史工賀町教育委員会、1980年、93から94ページ。30年の歩み8ページ。 三十年の歩み八ページ。薬ある点四十五ページ。三十年の歩み三から四ページ。滋賀県製薬五十年試験校とともに歩み続けた五十年。滋賀県製薬株式会社。九百九十三年二十三から二十四ページ。三十年の歩み九から十一ページ。薬ある点八十から八十二ページ。薬ある点百二から百四ページ。 30年の歩み46ページ。神戸新聞2008年10月2日付11面。日清薬品、医薬、VB 買収とローチ開発、製造強化。日経産業新聞2010年12月27日付11面。会社概要。ありがとうございます。